と、ムービーがあります。はい。で、多分終わる感じなのかな。どんなムービー？ムカデの精霊が出てきました。さっきのムカデの人のこの生前の姿みたいな感じのムービーが始まって、いつまで人の心でいられようか。これも霊石を使った報い。もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため黒羽ばきを率いて最後の戦へ。さっきの力を使ってから最後の戦に勝とうとしたけど敗れたみたいな感じのアメリカの記憶でした。すいませんでした。で、ムカデちゃんが仲間になったみたいな。ムカデちゃんのが霊としてついたみたいな。ムカデつけたくないな。で、半蔵殿が出てきました。もう遅い。天下は我が殿のもの。で、さっきムカデの男の人が倒れました。死んでおるのだぞ。Do you believe everything you hear?で、半蔵殿が、ウィリアムはもう死んだことになってるけど、なんでまた戻ってきたのって言ってるけど、っていう感じです。やるべきことが残っておる。意外と長いな。意外と長いですね、はい。で、終わりました。で、マップ戻った？今、ロード中です。あ、トロフィーをもらいました。半蔵との再会。俺、トロフィー表示機能オフにしてるから全くわかんないんだよね。あんまり興味がなくて。なんかね、一時ピロンって出てくるのに、なんか一時反応するのがなんかイラッとくる。反応しちゃう自分にイラッとしちゃう。で、はい、マップに戻りました。はいはい。ってことで、じゃあ次回の収録までに、はい、私なんとか倒しておきますんで。はい、了解です。はい、じゃあそういうことで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、じゃあ倒さなきゃな。やべえな。落ち着いて動きを見て。イン。最初これ当たった。オッケー。効果短えな。ちょっ、うわー、掴まれるか、死ぬか。して強いなこの人。あ、またロスト。よし、前に出ればいいのか。うやべ、切れてるやべえ、だうぅ、ゆっくりなり切れたらもうアウトやんけこれ。うわ、スタミナ使い切ったらアウトだな。これこの場所のあれか、この場所にいたら回復するやつか。なんか勘違いしてたな。
だからスタミナ使い切るなってバカ。うわあ死ぬのよ。よし。死ぬな生きろ。よし。生きろ。回復がない。何それ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 、死んだ。回復が持たねえ。あーもう終わった。ダイヤ、いや塗ってんなってバカじゃないの。いやちょっとちょっとちょっと、はい、やった。はい、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 たま、死ね。うわあとちょっとだったのに。いた。いた。やべえ。死ぬ。ああそれな。痛い。なんなのその火力。ちょっとお願い。よし。いい、死ぬ。お願いかまして。よしよし、いて、やばい。痛い。頼む、回復しろ、早く回復しろ。いった。ゆっくりなれ。あー回復しろ。よし、ゆっくりなった。倒した倒した。強かったわ。はあ、久々に喉痛くなったわ。ちょっと死体でちょっとお宝が見えないんだが。だけやもう。ああ、やだ。ちょっと待って。弾薬めっちゃ使ったぞ、おい。もうない。いやもや、このわしが破れるとは。ガフ。うわ。ユーブ無双、サソリ、サソリじゃない、ムカデ。すごい兜ですね。青葉城へ急いでくれ。青葉城、あーバオはクーだな。やるべきことが残っておる。おー、やかしの里。
なるほどね。さあこのサブミッションをどうするかだな。これでも2人でやれるんだったらあれですけどね、やってもいいかもしれないけど、独眼竜の城、ちょっと一回拠点に戻りますか。ザギミなどさ、ちょっと戻って、修行場が解放されてんな。はあ、刀熟練度全く足りてないですね。あ、そうじゃなくてか、これか。おお、9999だよ。あー、これちょっと後でやるかな。で、ちょっと鍛冶屋さんでまた、はい。プラス6があるんだよな。これ使いたいよな、これ。あー、これに火属性つけるか。まずプラス4の何かと。これベースに、これでいいかな。なんでもいいんだけど。で、これとこれ合わせちゃうか。これベースにこれ合わせたら炎属性がつくよね。はいはい。あれ？ん？装備してるとダメなのか。またどうぞ。あれ、そんな縛りありましたっけ？はい、ちょっとこれをメインウェポンにします。さらにプラログがあるので、これにこれを合わせてプラス7。はい、 OK。 おう、なるほど。まずプライチとプライチ合わせようか。これいる、これ。カッパいらないよ。かぶってみたい気がするけど、まあいらねえわ。じゃあちょっとこれで3、2、4がいっぱいあるな。あ、まず3と3合わせるか。4になったので、4と4。いや、これちょっと捨てがたいな。でもだんだんなんかどうしよう。えら、4と、いや、あれ、装備してんのにいけるじゃん。よくわかんないな。知るかな。はいはい。あと、うん、いいか。で、オッケー。これメインのサブに面影プラス6か。まあ使わないだろうけどな。妖怪図鑑。うわ、針の棒、雪入道、赤ガッパ、もう変種のカッパ、改心した赤ガッパ、悪さをやめ、へえ、カッパブチですね。はい。血、あ、皿が乾くと、血が乾くとって呼んでしまった。皿が割れると死ぬ。66ビエ。うわぁ。生ハゲ。男鹿半島。現在の秋田県西部に、ま、伝わる鬼の一種で、荒ぶる神の使いとされている妖怪。中国から来たって聞いたけどね。悪さをすると生ハゲが来るとされ、悪事の戒めや厄払いとして古くから民間の信仰を集める。防寒用の蓑をまとい、巨大な包丁または矛を手にした鬼が家へ訪れ、怠け者や不心不心者がいないか大声で
なんていうのこれ、なんとかして回るという。伊達家に従うナマハゲっているんだ。へえ。これ、なるみじゃなかったな。しげなんとかって言ってなかった。しげざねって読むな、これで。へえ。ムカデ頭につけてる。オッケー。じゃあ、次回はね、ちょっと二人で、つわものの道にして、はい。この状態で、ここが、二人で行けんのかっていうね。あれ？違う違う。あやかしの里。はい。ってことで、お疲れ様でした。あ、どうも。あ、どうも。一週間ぶり。はい、お久しぶりです。いいんですか？何がですか？今、あの、日本対コロンビアだっけ、サッカー、はい、ワールドカップ、やってますね、今日初戦ですけど、はい、観戦しなくていいんですか？私はちょっとニュースで後で見れば大丈夫かなぐらい。そういうことだから日本負けるんじゃないんですか？すいません。でも藤丸さん、いや、名前です。俺は専門学校の時から、はい、常々俺が見た試合は負けるというジンクスがあるから、俺は心を鬼にしてこうやって見ないでいるのよ。見ないことが日本の勝利のための、まあまあ興味ないんだけどもと、はい、いうことで、はい、前回あやかしの里をそれぞれ、はい、クリアしたんですが、今回、はい、ちょっと2人で行きたいと思うんですが、これ今全国地図に戻して、つわものの道になってますか？なってます。はい、でつわものの道で入って、はい、それで、あれ、あやかしの里でいいんだよな。大丈夫です。はい、でした。まれびとなれる感じになってる？なってます。オッケー。ここのみですね、まれびとになれるのが。他のところをやっぱりやってみたらダメです。だよな。はい、はい、じゃあちょっとここをつわものの道、ちょっとつわものじゃない時でも結構やばかったから、はい、ですね。うん、あで、あのなんだっけ、はい、伊達鳴海と書いて しげざねだっけ。あ、そんな読み、年の読み方だったんですか？あれ見たら書いてたわ。あのなんだっけ、あんまり歌の記憶ない。はい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 、ですね、人物図鑑で、はい、伊達しげざねって書いてんな。あ、ほん、あーですね、しげざねさんだった。こやつ死ぬほど負けまして、はい、頑張って勝ちましたんで。はいはい、わかりました。じゃあ2人でちょっと いけると思うんで、じゃあ行ってみましょう。はい、了解です。あ、ちょっと待った。はい、これあのなんだっけ、あれってどうやって変えるんだっけ、その守護霊。あ、守護霊はかがればいいのかですね。かかった時の社の、そっか、で変えます。せっかくだからにゃんこ先生つけてみようかと思って。ああ、そうですね、いいですね。はい、つうことで、じゃあここで拝んで、付け替えか。付け替えですね。はい、これこのちょっとムカデはつける気ならんのだが、にゃんこ先生が、あー、どうなんだこれ。多分私のキャラクターとはそこそこ相性良さそうだなって思いました。あの忍術系にどちらかというと恩恵がある。そうなの？どこで見ればわかるのそれ。その投擲武器のダメージプラス 10% ですね。はい、そういうやつですね。はい、そうかですね。じゃあいいや。まあサブの守護霊に設定するのとかですね。なるほど、はい、サブかですね。じゃあサブ、今はなんか鹿だけど別に何ってことじゃないか。じゃあここにアコ先生つけてやるか。はい、あれ、まあいいんだよな。はいはい。ああ、で、呼ぶか。はい。しかし、ミッションレベル330とは。330だった？ですね。やべえな。足しても、全然もう足りないですね。前は足したら、足りてるから、とか言ってましたけど。ち
ちょっとゆっくり行こう。ですね。ちょっと。ロックロック首がやばいんじゃないかって。あと2周目のまた、特別な敵とかいるかもしんないし。ですね。生ハゲとか生ラー強くなってるかもしんない。ですね。強かったですもんね。ああ、そういえば、でも、藤野さん、無意識のうちに、包丁を、使われていたのは、やっぱり生ハゲの。いやいや。どんだけお前、秋田賢治に DNA に、お前、刻み込まれてんだよ、生ハゲ。そんなわけねえだろ。すいません。俺がまた、小賀出身だったらまだわかるけど、はい。小賀地区にこういるんだけどさ。はい。これね、これ。はい、これですね。はい。これマックス強化してきましたんで。おおおお。なんか、はい。あ、さっき私の画面で2本持ってるように見えたので、多分気のせいです。プラス7にしてきました。おお。はい。すげえ。